褒めよう。第一回、うん、褒めようです。褒めよう、褒めようです。ようなんでね、ようなんで、よう褒めたいなと。まあ我々ね、うん、企画の中でまあいじりとか、うん、冗談ではありますが、うん、細かにしたりね、そうね、突っ込んだりね、うん、するじゃないですか、うん、やっぱりそれだけやと良くないなと。やっぱりこの人間関係っていうのは人をけなしてばっかりやとすさんできてしまうと、はい、だからたまには褒めた方がいいんじゃないかな。お褒めて伸びる教育ってあるじゃないですか、うん、もっと僕たちも成長しなきゃいけないんで、これから一人のメンバーを残りのメンバーが褒めると、おもう本当に、うん、本当に本心から褒めようじゃないかということで、褒めようをやってみようかな。褒めようだよね、だから別に褒めるのがうまいとかを決めるんじゃない、ただ褒めようと。そうそういうことです。今日はとても優しい企画になってますということで、まずじゃあ僕を褒めてもらおうかな。褒めてください。でもやっぱ頭がいいからね、間違いないよね、そこはね。運動できるし、それなボクシングできるから、それなすごいよな。できるし体力もあって、計画的じゃない、いつも。そうよな、企画だったり編集したりとか、ほんでアイデアマンだし、いい褒めるとこいくらでもあるけどね。いやもうほんまに感謝しかないよね。なんかもう家でくすぶってた僕をさこういう場所に引っ張り上げてくれてさあの楽しいよね、毎日が ね、 なるほどね。ありがとう。あ、そういうふうに思ってくれてないや。へえ、頭の回転も早いから。あ、そう、頭もよく、喋りもバンバン出てくるしね。そうね、あ引っ張ってくれてる感じがして。なるほどなるほど、すごいと思う。そうだよな、まだあるいくらでも褒めようと思えばね、いくらでも出てくる。確かにな、2時間ぐらいでいるかもしれない。そうだね。でも小ささもむしろ可愛いところではある。自分でネタにしてね、いじれる感じやからね。まあそれをいじったらさ、めっちゃキレてくるやつとかいるやん。あ、そんなんじゃないじゃん。心広いよ。そう、すごいな。優しいところもあるしね。最終的にね、笑って終われるというかね。なるほどなるほど、なるほどなるほど。あれやな、気分はいいね。あ、そう。悪くないね。やっぱりそのみんなの俺に対する尊敬っていうものはひしひしと感じたし、やっぱりみんな俺になりたいんやなっていう気持ち、うん、俺みたいになりたいんやなっていうのはビシビシ。それはあるよね。あるある。なるほどなるほど、いい企画だね。でも並び的にね、僕こう来るんでね、僕こうガン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 褒めてもらっていいですかね。あ、いやでもガンセ君はね、もう一芸に秀でてるよ。やはり、いや強いよ、強い芸がある。もうそれだけで正直食っていけると思うのよ。お、尊敬に値する。やっぱ一芸に秀でてる人間っていうのはどこの世界行っても通用するから。キャラクターが優しいからさ、つい話しかけたくなる。ニートであったりとかっていろいろ言われてるけど、彼の違うところは卑屈じゃないのよ。そうね、前向きだよね。前向きな人間としてすごい大事なこと。そういう人たちってやっぱりこう世の中を下げずんでたりさ、根性がひん曲がってたりするやん。何したってそんなやっても無駄やとか、一生懸命なんかダサいとか、働いたらまあそれは違うな。うん、それはそうかもしれんけど、そういうなんかその頑張ってる人を妬んで否定するみたいなところがあるけど、そこのその純粋さっていうのは未だにあるね。しかもこのヒゲもね、逆にね、ダンディ逆に良かったです。もうクマみたい。クマ、そう、クマさんみたい。そう、クマさん、クマさんだって可愛いじゃん。はい、もうほんまにね、その形容詞のクマっていうのがふさわしいぐらいね、いろいろしたためてるんですよね。優しい成分たくさん持ってる。バファリンみたい。ああ、そう、バファリンみたい。でもバファリンは半分しか優しさじゃない。だからもう半分は岩ちゃん、岩石くんだけど、もう半分は岩石くん。バファリンの半分は優しさでできてるし、もう半分は岩石でできてるから、そう、飲んでいいもんじゃないよね。干渉するもんだね。だからプーさんも言ってたよ、クマつながりでね。プーさんも言ってたけど、プーさんはよくあの蜂が蜂蜜を集めてるのは僕に食べさせるため、お名言を言ってたよ。プーさんっていうのはもう蜂が一生懸命蜂蜜を集めてあげようっていうぐらい可愛いの。真理だね。だからそういう意味で岩石くんも一緒なんだけど、
もうみんながお金を出して岩瀬くんが働いてなくても食べさせて、こんな体型を維持できるぐらい食べさせてあげようっていうぐらい人気がある、生きさせたい、そうそうそう、岩ちゃんを生きさせたくなる、そうそうそう、魅力が照れる単純に照れるわ。どうですか、この企画いいでしょ。いやいい企画よいいね、喜ばれるよ、いいんだやっぱ、ほんまかそう、ほんまかそう、以上、そろそろじゃあ順番だから、じゃあ私の方もよろしくお願いします。そうね、はい、ということで今回はね、褒めようという名の茶番を、やってみましたけども、茶番とはいえ、褒められると嬉しいし、こういう扱いをされるとへこむみんなは素直に全員を褒めてあげてください、はい、これを見て誰かを褒めてあげようと思った人は高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。本日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。